それではですね、今回 GPS 時計をブレッドボードに組み立ててみたいと思います。まずはですね、先日プログラム説明しました C 言語のソース、それを PIC18F25K22 に、焼き付けてみたいと思います。こちらが PICKIT3 という、プログラマーなんです。でそれに対応したアダプターがあるんです。これをですね、この PICKIT3 の端子のところにこの針をはめてみてください。見ますか？向きはこの向きです。 逆につけますとデバイスをピックを認識してくれませんので、この向きでつけてください。で変換キットのここ、プロテクターの棒がありますよね。ここを上にしてピックをはめ込むんです。で、PIC18F25K22 にありますよね。でここに、黒いぼっちっていうんですか、掘ったぼっちがあるんです。これを上にいたしましてですね、変換キットの上ですね、プロテクターの棒があるところを上にして、はめてみてください。でプロテクトします。そして、このピックキット3ですね、この USB 端子、これをパソコンの USB 端子につけてみます。これでコードを焼き付けます。それではですね、ピックに C 言語を焼き付けてみたいと思います。今画面に、ピックキット3プログラマーというソフトを起動しました。このソフトのダウンロードする URL はこの動画の下の説明欄に記載しておきます。で、プログラムのですね、ファミリーを PIC18FK というファミリーにしまして、デバイスをですね、 PIC18F25K の2にこれを選択するんです。今選択されました。そしてファイルからインポートといたしまして、今プロジェクトのヘキサファイル出てるんですが、これではございません。今回は GPS クロック JST というプロジェクトを作りましたので、それを選択いたしまして、エンターです。そしてディストホルダー、こちらを選択してエンターです。でデフォルトでエンター、プロダクションでエンター、そこに今回作ったヘキサファイルがございますので、それを選択してみてください。で、開くです。するとですね、ヘキサファイルが出てくるんです。で、どうするかと言いますと、ライトボタン、書き込みボタンがありますので、それをクリックしてみてください。すると、コードが焼き付けられまして、ドーンと出るんです。これで、書き込みは終了しました。それではですね、GPS 時計、ブレッドボードで組み立ててみたいと思います。先ほど C 言語を PIC の 18F25K22 にこちらに焼き付けたんですよね。これ、ボッチがある方を上にして、ブレッドボード、こちらの溝を挟んで、仮にここら辺、上の方にでも装着 してみてください。足を折らないように注意していただきたいと考えます。で、続きまして、液晶 LCD ですよね。ここに9本細かい線があるんですが、これをブレッドボードにつけることはできませんので、ピッチ変換キットを使って5本のピンでブレッドボードにはめれるようになっています。これをブレッドボードのですね、一番下の2マス上げて、5本の線をはめてみてください。するとですね、一番上から一番端子、2、3、4、5番端子となってます。これをジャンパーコードで接続していきたいと思います。まずは、1番ピンですよね。ジャンパーコードをはめまして、プラスにつけてみてください。そして2番目のピンですよね。これもプラスにつけてみてください。そして3、4飛びまして5番目の端子、
こちらはマイナスにつないでみてください。で、続きまして3番目のピンですよね。こちらはピックの上から見て、右側ですね。右側の上から数えて右側の1、2、3、4、5、6、7。7個目のピンにはめてみてください。長いジャンパーコードがいいと思います。そして液晶 LCD の4番端子、こちらに、ジャンパーコードをつけます。で、その先はですね、ピックの右側の上から6番目につけてみてください。これでピックと液晶 LCD は接続できました。それで、ピックの電源ですよね。でですね、ピックの電源とグラウンドをつないでいきたいと思います。ピックの上から見て左側の、これですね、8番目ですね。1番目から1、2、3、4、5、6、7、8。これにジャンパーコードをつけて、マイナスにつけてみてください。で、ピックの右側のグラウンドの端子なんですが、上から数えて、10個目にジャンパーコードをつけまして、マイナスにつなげます。そしてピックのプラスの電源ですよね。ピックの上から見て右側の9番目の端子にジャンパーコードをつけて、プラスにつないでみてください。これで電源は供給できたんです。あとはGPS をつなぐだけなんです。で、このブレッドボードに GPS をつけるんですが、 GPS ですね、GM6 の -CR6 9600ビットパーです。これ用意したんです。で、青いコードありましたよね。これはハサミでチョキンと切ったんです。そしてハサミで皮膜を剥いたんですよね。で、こちらからマークのこちらから見てですね、1、2、3、4、5、6とピンがあるんです。で、真ん中の3番ピンと4番ピンは使いませんので、ショートしないようにハサミでチョキンと切ってください。で、1番ピンと2番ピンと5番ピンと6番ピンは皮膜を剥いて、で、このピンヘッダーですね、ハンダ付けしてみてください。これを、仮にですね、ここら辺にでもつけておこうかと思います。非常に細かくて外れやすいので、注意していただきたいなと思うんですが、間隔を空けて置いた方がいいような感じになってます。ブレッドボードにピンヘッダーをつけました。こんな感じですね。で、これをつなぎたいんですが、一番左の見えませんね。一番左の1番ピンはですね、マイナスにつなぎます。そして2番ピンですね、これはプラスにつけてみてください。で、5番ピンですね。5番ピンは長いジャンパーコードをつなぎまして、ピックの右側の下から3番目につけてみてください。で、最後はですね、GPS の6番端子、一番最後の端子なんですが、これ、ジャンパーコードをつけてですね、どこにつなぐかと言いますと、ピックですね、の右側、下から数えて4番目のところにつけてみてください。これで、GPS 時計はブレッドボードに組み上がったんです。あとは電源をつけて、液晶 LCD に時間が表示するかしないかということなんです。ここにですね、交流の 100V を直流の 5V に落とした DC-DC コンバーターがあります。その先に直流の 3.3V に落とすステップダウンモジュールがあります。ここで 3.3V をブレッドボードに供給してみたいと思います。マイナスはマイナスにつなぎまして、プラスはプラスにつなぐんです。するとですね、スタート GPS と出たんです。
で、この GPS がですね、起動する前までに35秒およそかかるんですね。あ、今 GPS のが起動しましたね。時刻を表示してます。12時6分、39秒見えますか。12時6分39秒と47秒と出てます。今実際の時間どうだろうって、見ますと、こちらにも電波時計あるんですが、12時6分、57秒となってます。こちらも10時今何12時今7分になりましたね。こう合わせてみますと同じだということが分かっていただけると思います。以上が今回の GPS 時計をブレッドボードに組み立ててみたという動画でした。どうもありがとうございました。